茅ヶ崎市副市長の死亡事故、公務中ではなくサーフィン中。神奈川県茅ヶ崎市の木村武彦副市長がハワイ出張中に死亡したことについて、服部信明市長は10月29日サーフィン中の死亡事故だったことを明らかにしました。サーフィンのメッカである茅ヶ崎市の服部市長と木村副市長は、同じ文化を持つ都市との姉妹都市を結ぶため一路ハワイに飛びました。そして10月24日ホノルル市と姉妹都市締結。帰国当日の翌25日朝、2人は同僚たちとビーチでサーフィンなどをすることに。ところが直後に木村副市長が意識を失った状態で見つかり、救急搬送されましたが、その後死亡が確認されたということです。当初市は遺族からの強い要望があるとして、事故の内容は明らかにせず公務中の事故としていましたが、服部市長は一転、サーフィン中の事故だったと説明し謝罪、出張中のプライベートな時間だったと釈明しました。トモニュース無料公式アプリが新登場、ダウンロードしてね。